ジ連できなければエンディングで財布の中身全部使って買い物する。またそれ。なんかすごいんですけど、え、スーパーラッキーなんですけど、え、やばいやばいやばい、え、フリーズしましたね。1400枚達成です。ミッションはクリアじゃないですか。南国で、しっかり完走できたので、もう好きなだよ打たせていただけるということでイニシャル D に移動してきました。最近めっちゃ好きマジで。で一応30杯流したんで現金投資からいきます。30ゲームは回ってるんですよね。そうで普通はボーナスからプレゼントラッシュを目指すか、チャンスゾーンから。ダンスゾーン成功の場合はレジェンドラッシュそのまま突入ですね。じゃあここからは千円札を入れていきますね。南国育ちで2000枚ぐらいプラってるんで、もう今日は余裕でイニシャル D を思う存分打てますね。たくみ、やっぱ買うならS。何の？何でもいいぜ。何飲む？何でもいい。マサイ、何飲む？すごく燃えてきたよ。最近。決めたぞ。本当ですか？怪しい。なんだっけ？チェリー。藤原文太流。お。ドラテクの英才教育。考えたな文太。水をこぼさないように走る。道具を崩さないように走る。そうか。そろそろいい。おせい。おう。ま、ようやく一つ壁を越えたってところだね。はい、らしいです。お前も。せい。さあ、ボーナス。さっきのチェリーかな。と思います。244ゲームです。赤ですね。同色だったらエティも確定なんですけど、まあ、基本は移植ばっかかなと思います。でこのボーナス揃えた画面で背景青なんですけど、まあ、この色でエティ突入期待度の示唆なんかもしてますんで、まあ、青なんでちょっとあんまり期待できないかなと思いますけど。で今みたいに一番役かなか、レア役とかで横に、ヒートアップか、ヒートアップで出てるんですけど、これが出てる5ゲーム間かな、がカットインのチャンスですね。あ、カットインすら出ないで終わった。でそのカットインで立ってて、D's 柄揃えられたら AT 確定、レジェンドラッシュ突入です。124枚、AT には入りませんでした。はい、うちのチームは一応アキラさんの最速。なるほど、少し興味がある。これはレダンベルか。え、見せるためじゃなくて、あ、さっきの斜めベルも、あの大ドリフトベルですね。ちょっと待って、またすごい下段ベルが。もう取れるじゃないこれは、さすがに。はい、エアを、はい、連続エース入りました。いや、緑戦国を進化した。大丈夫でしょう、きっと。灼熱のデッドヒート、どうしたでしょう。なんでレースゲーム対決、こいつなら絶対に負けない。
ゃめちゃめちゃゲダンベル引くんですけど、うん、OK、やっとチャンスゾーンだ。さあ、チャンスゾーンレジェンドチャレンジ入ります。よし、何かな、態度高いのでお願いします。緑、おう、文太ゾーン、文太さん、文太ゾーン来たいとちょっと分かんないんで、まあでも頑張れるよ。当てます。15ゲームあります。あー、ジュリー頼むよ。ダメなの？お、お、うん、当たってないの？嘘でしょ。文太さん、タバコ吸ってないで。あー、出てきたー。なんでダメかい。なんで、いやー、文太ゾーンダメダメですね。せっかくチャンスゾーン入ったのに。たくみ、やっぱ買うならええって。お、何、なんかもうボーナス当たりそうじゃないですか、この感じ。え、決めたぞ、たくみ。おいおい、あー、絶対当たってんじゃんこれ。もうひどい。515ゲーム今、しかもなんかリールロック。お、あれ、これ、多分揃います。今のやつってあれかな、初めて見たんだけど、ユーロなんとか。でももっと多分上にの段階に上がったらレジェンドボーナス、あの同色のボーナス確定だと思うんですけど、今のは違うと思うな。516ゲームです。とりあえず、白じゃない、赤、はい、白、白、赤、決まったぜ。はい、そこか。でも青ですね、背景も。終わる、終わる、終わった、終わっちゃった。120枚なあ、いやいや、青、熱そうだなあ。押して、プッシュ。これはこの椅子は結構いつも熱い気がするんですよね。チャンス目じゃない？おう、あ、でも強いチャンスよ。あ、激アツ来た。まあおそらくボーナスか、近くですね、近くですね。じゃあ揃えちゃいます。まあおそらく白ですよね、レインボー。赤頭のボーナスです。毎回青なのよ、後ろが。お願いします。青、青は揃ったことあったかなっていうぐらい揃わない。終わった。118枚。よし、熱いぞ。これはよし、揃いますね。さあ、ボーナス109ゲームです。ギリギリ外し3万1000円内でいけました。今度こそルピーに入れる。終わった。124枚。つらいよ。お、これが1万役とかでつくんですけど、これのメーターがあるうちは超高額です。
あ、いける？いけた？あ、スイカチャンス。スイカどう？スイカどう？はいはいはい、ステリプレイも引く、ついんじゃないか。ドリフト目か、ドリフト目の方、え、どうかな、どう、あ、というところで、3万1000円がなくなりました。人に渡すお金ですが、ちょっと手をつけさせていただきます。ちゃんと分けて入れてたんですよ。そうですね、違う違う、でもあるから、あの2400枚あるんで、レシートがね、すぐすぐですよ。ちょっと失礼して。お、あ、ガチレンダー、あ、発見、発見、あ、ついじゃないですか、これは止めちゃう。はい、レジェンドチャレンジかなですね。はい、チャンスゾーンです。よし、やっと2回目ですからね、今日チャンスゾーン。青いままですね。あー、一番弱いやつだ。キナスピードスターズ、これも15ゲームあります。枠の色がどんどん変わっていって、期待度が上がっていきますけど、いや、もう少しいいやつ入ってほしかったな。ザオー、お、チェリー抜いてる、緑いけいけ、おう、あといい、あ、いかない、くそ、気合はある、ダメだ、一人のまま、ラストジャッジ、発展です。おお、お願いお願いお願い、おおおお、どう？いやー、でもチャンスアップが全然ないけど、あー、チェリーを引いたからってダメですね。このチームは一応秋田さん敗北を宣言してるんですよ。よし、頑張るか。あ、赤い。チャンス。ここの藤原豆腐店で赤チャンスは初めて見るかも。結構チャンスなんじゃないの、これは。あー、なくないぞ。いやいやいや、チャンスアップください。いやー、おお、ボタンが出てった、よし。レジェンドチャレンジ3回目チャンスゾーンです。いきます、何かな。あ、緑になった。おう、ドリフトゾーン、チャンスゾーンなんだけど、これ期待度4つじゃないですか。私多分当てたことないんですよね。押し順当てかな、多分。いきますね。お、待って待って、リールロック、リールロック、あ、リールロックは毎回するのか。おや、おう、あ、ダメだ。ちょっと待って、あと4ゲーム、
ベルレア役でチャンス、はい、順押しでいきたいけど違う。お、なんか引いたかな。レア役じゃない。いや違うな、違うな、一枚役だな。え、でも絶対熱いと思う。やったやった、いったー、レジェンドラッシュあー、あちいかった。これはこの一枚役なんだろうか、さっきのベルとかじゃなくて。まあまだプラってはいるんですけど頑張ります。イエイイエイ。いやすごい、続かせたいな。青の匠スタートで、レジェンドラッシュ AT レベルがあるんですけど、まあ、AT レベルが高ければ高いほどそのバトルの勝ちやすいキャラが出てきやすい。で、まあ、ここの20ゲームが終わってレジェンドバトルに移行します。でこのバトルも結構長くて、で対戦相手が大事。うわお、すぐ終わるかも、やばい。高橋圭介強いです彼。かー、終わっちゃうかもだな。このね、色がつけばチャンスの幅が広がるんだけど、崩れがつかに。あ、お、ボタン、おー、緑つきました。たいですし、あ、でもチャンス。早く。あ、ハイチャンス。このハイチャンスだいぶ期待度高いんで大丈夫かなと思います。大丈夫だよね。高橋圭介だから怖い。嘘でしょ。あ、わお、わお、え、あー、靴だったー。負けないでね、なつきちゃん。危なかった、怖かった。あー、強い。2セット目。そうだそう、バトル勝利時にサブ液晶をタッチしたら色変わるんでした。忘れてた、今押し忘れた。それで設定示唆あります。ボーナスいきたいな。はいはい、ちょっとボーナスください。お、あ、ですね、なんか欲しいなと思った。多分リプレイ、ボーナスゲート、オッケー、順調です。決まったぜ。さが頭、エディ中なのでハイパービッグボーナスになります。ここでのボーナスは、上乗せ抽選されてるので、レア役を引いたりなんなりしてゲーム数を乗せていきましょう。でも乗ります5ゲーム。さあ、289枚ほど出ております。上乗せちょっと5ゲームで少ないですけど、で、皆さん戻ります。誰だ、お、お、お、待てよ、これは誰だ。なんか 今の演出っていつもあったっけな。中里、もういい、悪くない、たくみか。うん、はい、あー、クライマックス。チャンス、あ、
いや、ちょっと、あ、どうなの、あ、よし、いやー、ウィーン、で、ここタッチ、青、青は奇数設定、示唆、弱、弱い方の、さあ、3連目全然乗せれないから早いや、あ、そうですよね、普通は8点これなんで、さっきの多分チャンスパターン出たよ、高橋圭介また、ちょっとあんまり演技レベル良くない、なんか引いた、ちょっと待って、チャンス頼む、あ、黒ナビ、え、なんだろう、ボーナス当たってるとかじゃないの、もしかしてフラッシュバック入りました、演出ですね、暑いです、続けば続くほど暑いはず、2、3、あ、これは大丈夫だ、4、あ、4まで行きましたね、キンキラー、さあ、V 継続確定です、上手だな、上手にやれているな、なんだそりゃ、白、白はなしです、あっという間に500枚くらいはいけるか、おおお、マンコがここか、期待度は全然高いんですけど、フェーズから、はいはい、あー、ドリフト目、チャンス、あ、さつきさんありがとうございます、あ、みさこです、黄色は偶数設定した、じゃ、まあこれはもうめちゃめちゃサンプルないとダメです。それだ。あ、いいよ。悪くない。めちゃめちゃいい。到着。あなた弱いんじゃなかったの、終わってしまった模様です、 AD 終了時もここの色示されます、まあ、また黄色ですけど、あー、そっか、いやー、高橋圭介とかになら負けてもしょうがないなって思えるけど、492枚、まあ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 、割と塊では出てくれたんでちょっと戻せたかなとは思います、はい、ということで、こんな感じで、まあ、ちょっとなかなかレジェンドラッシュに入らなくてめちゃめちゃ苦戦したんですけど、あの最近のおすすめ台というか、あのすごい楽しいんで、ぜひ皆さんも打ってみてください、あの私よりもちょっと皆さんの方が上手いと思うのでもっとやれると思います、はい、以上です、お疲れ様でした、497枚獲得です、今日はいっぱい出しました、はい、ということで実戦終了です、お疲れ様でした、いやすっかりね雨も上がって
天気いいですね。はい、ちょっと曇り、はい、実戦の方も無事終了しまして、本日ですね、投資が37,000円、総投資37,000円です。まあ、最初ね30杯だったので流しましたので、イニシャル D で追加投資をしてしまいましたが、回収がなんと、総回収枚数2910枚、感想がでかかった、ありがとうございます。ということでプラス1208枚です。大勝利、ありがとうございます。いや、なんか今日の無茶ぶりは意外と早く一次連はもうペロッとクリアして、なんならフリーズで完走したし、なんか楽勝でしたね。うん、全然きつくなかった。しかも好きな台も打てて、まあ、好きな台でちょっと減らしたんですけど、まあ、好きな台なんで全然問題ないです。もう許容範囲です、今日減らした分は。で、まあイニシャル D かな、でももう少し AT 伸ばしたかったなっていうところではありますね。なんか単純に継続継続継続終わりみたいな感じになっちゃったんで、もう少しイニシャル D 打ちたいんで、今度イニシャル D を打つようななんか無茶ぶりお願いします。イニシャル D だったら何でもいいです、無茶ぶり。ちょっとあんまり言うと自分の首を絞めることになるのでやめておきますけど、あ、でちゃんと使っちゃいけないお金の方もしっかり補填して人に渡しますんで、はい、ご安心くださいということで、また次回もですね、無茶振り、されると思いますけれども、引き続き皆さんからのコメントで、こういう無茶振りどうですかとか、声台打ってほしいですとか、なんかあればお待ちしておりますので、ご意見お待ちしております。たくさん、書いてくださいということで、本日は大勝利、またプラス収支を増やしての、終了となります。また次回お会いしましょう。さよなら。